こんばんは。陽子の育乳のお時間です。本日はギネス記録を更新したトリンプが新たなギネス記録にチャレンジする際に行う育乳マッサージです。それでは参ります。さあ皆様、この度トリンプがなんと8時間で1033人の女性にパーフェクトなフィッティングを施し、ギネスのを達成いたしました。本日はその祝賀会でございます。トリンプのイメージガールの斉藤涼子さんにも来ていただきました。こんにちは。はい、イメージガールの斉藤涼子さんですね。さあということで本日は、さらに、新しいギネスに挑戦して いただきたいと思います。涼子さんの胸には一体どれだけのパッドが入るのかということで、涼子さんの胸の方にパッドの方を詰めて、どれだけ入るのかを、ギネスを挑戦してみたいと思います。はい、それでは、参りましょう。はい、頑張ります。どれだけ入るのか、斉藤涼子さん、豊満な胸でいらっしゃいますから、そうですね、パッドの方はまあ5枚が限界だというようなといったところでしょうか。まあスレンダーな、体ではございますけれども、この豊満な、胸が、魅力の斉藤さん、はい、できました。なんとこのたくさんのパッドを詰め込むことに成功しております。斉藤さん、胸は豊満でいらっしゃいますけれども、いらっしゃるんでしょうか。こうパッドはたくさん入っております。はい、パッドはたくさん入っております。ではこちらの方数えていきたいと思います。さあギネス達成なるのか。1 2 5 6 8 10 15 20。はい、松ぼっくりの方も入っておりますね。はい、鴨の橋の方も入っておりますね。はい、ということでギネス達成でございます。ありがとうございます。終了です。このように新しいギネス記録を樹立した際でも育乳マッサージを行うことは非常に簡単です。ぜひ皆様も試してみられてください。それではまた次回お会いいたしましょう。ごきげんよう。